皆様こんにちは、エボシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今回はこちらの DJI Osmo Action 3、 こちらのアクションカメラを使って福島県内の桜を撮影してきました。でただ撮影してきたわけではなく、ぜひ来年皆様においでになっていただきたいと思って、超穴場的な場所が多くあります、福島県は。なのでそういう、じゃあ超穴場ってどのぐらいかっていうと、もう最初に言っちゃいますね。誰も人がまずいないんです。誰もいないで、車も走ってない、貸し切りですよ、もう言ったら。でもそう、普通にそういう場所が多く あるんです、福島県で。福島県ってそもそも巨大なので、まあ、北海道と岩手の次に福島って大きいんですけど、もう、まあ、私県内の桜はですね、100カ所以上もう見て回って、まあ、撮影とか、見て回ったんですけど、それでも3分の1も回れてないですね。おそらくガイドブックとかに載ってないのも、含めると5、600あります。これはもう断言できます。5、600カ所ありますね。であと福島って海沿いの浜通りで、郡山、福島、白川がある中通り、そして、会津地方ですか、会津若松とかも、まあ、山の方なんですけど、海沿いと山沿いだと桜の開花時期が1ヶ月ぐらいずれる場所があるんです。いわきで3月の頭に咲いて、会津地方で4月の半ばに咲くとか、そんなのもザラにあるので、1ヶ月以上にわたって桜を撮影できるんです、まあ、花見ができるんですね。じゃあ動画の方ご覧ください。さあ、それでは一番最初はいわき市小名浜三崎公園です。今見えてるのがマリンタワーですね。まあ、ここはもう相当広いです。点在してるので見どころが点在してます。で今見えてるのが一番広い公園なんですけど、もうご覧の通り、まず人が密集することはないです。そしてもう一つ、後ろ側に太平洋が見えてますね。あれが小名浜港なんですけど、アクアマリン福島、ララミュー、あとはイオンモールがすぐ目の前にありますので、もう何でもできると思います。ちょっと行くとスパリゾートハワイアンがありますから、まあこんな感じですね。これ公園の中を歩くとこういう感じで、非常にいいです。でこの反対側に子供たちが遊べるスライダーとか、いろいろ、とにかくいろいろあります。でこれはですね、いわき市小川諏訪神社、ここはまあ多分この時期が一番にぎわってると思います。竹林があるので、竹もちょっと有名なんでしょうか。竹のオブジェとかも結構ありましたね。ここの桜もまあ見事です。3本ですかね、ここは確か。でなんか一番向かって左側のこの桜、まあこれですよね。これが樹齢500年ということなんですけど、まあ立派です。これはしだれ具合が内側から見るとこんな感じです。500年前の桜が今こうやってさ、花が咲いてるって本当すごいですね。桜って上から見るとこういう感じで、まあ、鳥居なんかもあって、で左側に竹林があります。この後、動画でお見せいたしますけど、この竹林も結構立派でしたね。でこの鳥居をくぐって、この下からのアングルに変えます。ここ駐車場も無料なので本当にいいですね。下から見るとこういう感じで、あ、だからこれ左側はソメイヨシノですね。で右側がしだれになってますから、で奥にこのピンクのやつが、まあ、で、あ、竹のオブジェが下にありますけど、この竹林見ると、鎌倉にある報国寺を思い出しますね。報国寺も本当竹林がすごいんですけど、ここも負けずこんな感じで、
この竹林いいですね。私もここ何回か来たんですけど、改めて見ると、これ郡山市の海青山公園です。まあここはですね 福島県でもまあ最も広い公園でしょうね、多分。まあ、東京でいうと、昭和記念公園とか上野公園とか、まあそういう類です。とにかく広い、30ヘクタールありますから。で、この裏側に、なんていうんですか、あれ、野外音楽堂。私、昔、バンドのライブやったことあるんですけど、野外音楽堂があったり、まあ、この池がですね、五十鈴湖ですね、ここは。で、その向こう側にまた子供たちが遊べる公園があって、左側に体育館とか野球場とかいろいろあるんですけど、まあ、広いです、本当に。で、桜ももう、点在してますので、まあこんな感じで、まあ人が密集すごい渋滞しますよ、周りは。もう車でなんか来たらまともに、ね、駐車場なんかもうないので、歩いてきた方がいいと思うんですけど、これ一番外側を歩いて、まあ右側に桜通りっていう、道路があるんですけど、文字通り桜並木です。ずっと郡山駅前からダーッとこうね、桜並木が続いてるという感じで。で、海青山公園後にしまして、ここが海青山大神宮ですね。この日平日だったので、まあこんな感じですけど、土日はもうとんでもないですもん。で、近くに女子大と女子校があるので、やっぱ学生なんかも多いですよね。で、大神宮そのものは、まあ歴史的に言うとそんなに古くないらしいんです。500年、100年ちょっとですかね。明治時代だから、明治9年か。まだ百何十年とかそんな話なので。この桜も、まあ、将来的には相当な、まあ、大木になるんだろうと思います。このピンクも綺麗ですね。反対側は白い桜なので。伊勢神宮のなんか関係があるんですね、ここ。あと初詣はここはもうとんでもないことになってます。今桜の時期なんでこういう感じですけど、初詣の時はそれこそ明治神宮レベルです。もうここのアスファルトが見えなくなるぐらいです。もう人だらけで。前回動画でお見せいたしました福島市の花見山公園、360度どこを見ても花だらけです。これを個人の方が開放してるっていうのがすごいです。この菜の花畑がまたすごいですね。千葉の大多喜にある石神の菜の花畑を思い出すんですけど、あそこよりこっちの方が圧倒的です。なぜかというと、後ろの桜がすごいからです。石神の菜の花畑もすごいんですけど、あそこは桜あんまりないんですね。で、この遊歩道も、勾配が緩いです。緩斜面になってるので、高齢の方でも散歩にはちょうどいいと。1周回ると1時間です。ショートコースもあるんです。40分で回れるとか20分で回れるコースもあるんですけど、フルコース行くと約1時間、まあ、確かに1時間ぐらい、かかりました。で、ここが一番ロケーション的にはいいんですけど、まあここはもう圧巻でしたね。蓮華の黄色と、そしてこの菜の花の黄色、あとこれも素晴らしい、この桜のトンネルで、この下にウッドチップが敷いてあるので足にもすごく優しいです。ここは本当すごいですよね。これを無料で開放してるっていうのがすごいと思います。花見山公園の反対側にも公園があるんですけど、ここ今回私ちょっと時間の関係で行かなかったんですけど、頂上まで人がいたので上がれるんでしょうね。なんかテレビでは向こうの山から花見山公園を見ると相当な
ロケーションだということを言ってますけど、まあ確かにそうだと思います。多分あのぐらいだったら15分20分で山頂まで行けるかなっていう感じしますけど、いわき市勿来の勿来の関跡ですね。これここは、まあ、うちの妻が今写真撮ってますけど、ここのロケーション非常にいいですね。太平洋がほら見えるんです。ここは写真撮影に、まあ、インスタ映えしますよね。本当にこの場所は一点集中型ではないので方々に見どころが分かれてます。結構歩きますね。こんな感じの遊歩道があったりしますし、でここ私行ったんですけど、まあなかなかいい感じ。このエリアは桜というよりも自然を楽しむという感じで、夏来たら良さげですね。ここ本当に風通しがいいので、今年の夏、私はいわきは頻繁に来るので夏また散策に来ようかと。で遊歩道を過ぎるとこのエリアに出るんですけど、なんか文学歴史館みたいなやつがこの下にあるんですね。あ、文学歴史館、さっきのは白いところかな。なんかあと体験学習施設とかそんなのも無料で開放されてるそうなので、こういうところいいですよね。なんかの動画で作りたいなと思って、こういう場所で今度は撮影をしようかと。なかなかこう人がね、入り込まなくて撮影できるっていう、こういうエリアはないですから、なかなか。今度ぜひ撮影したいと思います。これ、須賀川市の釈迦堂川。ここは有名です。何が有名かというと、花火が有名です。もちろんこの桜の時期もかなり有名ですよ。何しろこの両サイドに桜がこうダーッとあって、何キロだろう。2、3キロあります、これ。ふれあいロード。これがサイクリングロードと、まあ、遊歩道になってる。この下も今、女の子たちが2人歩いてますけど、下も遊歩道になってます。ここはすごいですね。この自転車でちょっと行ってみたいなと思ったんです。私、今、画像で見えてる橋の先までずっと歩いて行ったんですけども、相当時間かかりますね。橋から橋まで行くと、まあ、40、50分、片道。ずっと桜並木です。で、車はもちろん通らないので、もう川の音と、ね。これ、白川、小峰城。これ、立ち入り禁止じゃないんです。これ、今、人が誰もいませんけど、この芝生は、まあ、もう好きに入ってもらって、全然 OK です。目の前に見えるのが、まあ、小峰城って言うんですけど、あれ、櫓なんですね、30櫓。東日本大震災でこの石垣が崩れちゃって、で、全国のそのお城、石垣マニアの方が写真を白川市に送ってくれたんです。それをもとに復元したんです。で、これ、最近なんです、実は工事が終わったの。いや、すごいなと思って、本当感謝です。全国の皆様、ありがとうございました。無事、小峰城の石垣、復旧しました。復元しました。あ、これがそうです。だから、これがもうバラバラになっちゃったんですね。で、番号をつけて、石垣っていうか、その石一つ一つに番号をつけて、パズルみたいにして、まあ、組み合わせて、写真を見ながら、素晴らしい。で、この周りにもお堀があって、その周りにも桜があるんですけど、今ちょっと説明忘れましたけど、あの門、8時半ぐらいから開くんです。で、上にも上がれるんですけど、上は上でまたすごいんです。桜がいっぱいありますから。ぜひ、まあ、無料です。無料ですので、ぜひ、こう、はい、中に上がっていただいて、上まで上がっていただいて。ここ昔野球場だったんですね、実は、この芝生のエリアが。私は小さい頃、ここの野球場でよく野球をやってたんですけど、子供の頃。いつの間にか、私が、この場所を出て、戻ってきた時にはいつの間にかこんな風になってました。これは本宮市ですね。塩の崎の大桜。この大桜もまあすごいですね。
ここ前菜の花畑だったと思うんですけど、今年ちょっと菜の花調子悪いのかな、縮小しちゃいましたね。まあ一本桜で有名なのは三春の滝桜なんですけど、今回はちょっと滝桜は、撮影には行ってません。でその代わりといっちゃなんですけど、この潮の崎の大桜を撮影してみました。これもすごいですよ。樹齢でいうと600年で、高さ18メートル。これもあのライトアップもしてますし、まあ見応えがありますよね。ここは、あ、向こう側にも菜の花畑がちょっとあるんですけど、で実はこの反対側にまた向こうに山があるんです。さっきのあの花見山みたいな感じですけど、あ、意外にその反対側の山綺麗でした。こっから見るとこういう感じなんですけど、ちょっと今反対側に移動したいと思います。まあ、これが大桜、まあ、立派ですよね。素晴らしいです。これ反対側の山です。私個人的にはこっちのこのカラフルな絵の方が好きですね。本当綺麗です。赤、ピンク、白、黄色、緑、何でもありっていうか茶色もあるし、本当に日本の春だなっていう感じがしました。会津三里町、伊佐澄神社、なんかパワースポットで相当有名らしいです。ここは歴史がかなり、これ何年だろう、1400年ぐらい前からあるそうです。桜そのものはそんな古くないんですけど、ここはだから桜が有名というわけではないんですけど、まあちょっと行ってみたいなと思ったのでついでに撮影をしてみました。そしたら猫の動画が撮れたと、そういうわけです。まあここはもう、これは表参道は、まあ、今から行くんですけど、この桜もまあ綺麗でしたね。ただこの日はもう満開は過ぎてた感じです。ちょっと葉っぱが出てたので、もうちょっと前に来たら相当すごい絵が撮れたのかなって思いました。でこの参道を左に行くと、まあ、こっちが表参道ですね。まあ確かにあの趣があるというか、もう1000年以上の歴史があるので、昔ながらの神社だなと思いました。お土産屋さんなんかも本当昔の感じっていう感じでした。この向こう側に池があるんですけど、そっちの桜の方がまあ、まあ立派というか見応えはありましたね。これ会津はこういうところが意外に多いですね。そしてここはもう説明不要の会津鶴ヶ城、まあ、ここはもう人がいないってことはもう絶対ありえないので、もうご覧の通りです。今までの動画と見比べるともう人の多さが圧倒的に違います。特に桜の時期はもうこんな感じ。これはまだ平日なのでこれで済んでますけど、土日はもうひどいですね。でここについてはその芝生の上でお弁当食べるっていうよりは散策した方がいいと思います。なぜかというと、あんまりその芝生のエリアがないっていうのと、ほこりがすごいんですね、この砂ぼこりというか。でこの芝生は中に入れませんから、こっちは。なのでここはもう、天守閣を見てもらったり、まあ、近くに飯盛山とかいろいろありますので、日進館なんかも行っていただきたいと。ここは二本松ですね。霞ヶ城公園、あの二本松城があったところですね。まあ、ここはちょっと歩きますね。広いので、かなり広いです。これ私が撮影した時は、私これ T シャツ1枚で行ったんですけど、もう汗だくっていう感じです。これが箕輪門っていう門ですけど、これを入っ
て、この上にまず一発目にこの広場が来るんですけど、まあ、ここが三の丸の跡だったんですよね。まあ、今イベント広場見たくなってますけど、実際この日もあの大道芸の方たちがいろいろなんかやってましたけど、去年来た時もなんかやってましたね、イベント広場。今は完全にもうイベント広場にライトアップして、でこれが三の丸から上に上がる本丸に向かって歩いてる途中です。もうここの段階でも相当です。さっきの三の丸はもっと下の方に見えます。ここがこれ本丸ですね。本丸もう頂上まで来ました。で頂上から見るこの桜、まあすごいですね。これ桜の絨毯です。まあ、画像的に見るとこんな感じですけど、生で見るとすごいです、迫力が。でここに上がってくるまでにこの桜の間をずっと歩いてくるんですけど、それはそれですごいですよ。ぜひ見ていただきたい。あと反対が、高村光太郎の知恵子賞のなんか碑があったり、もう下の方にありましたね。高村、これ反対側のあだたらさんかな、あれ目の前に見える。まあこんな感じで本丸で、やっぱりこっちですね。ここはすごい。で下に二本松の街並みも見えますし、これは下山途中ですね。花見山と一緒でウッドチップが敷いてあるので非常に歩きやすいです。足に優しい。で霞ヶ城公園については、中腹から下の方が桜は多いです。なので歩きながら楽しむっていう感じで、ここはあれですね、シート広げてお弁当食べるっていう感じでもなさそうなので、やっぱりここは散策がメインだと思います。なかなか趣があっていいです、この場所。提灯下に行くと、ライトアップの提灯なんかも、これ夜来たら結構良さげですよね。私正直夜はまだ来たことないんですけど、まあ本当に桜祭り春っていう感じですね、この提灯を見ると。で三の丸に戻ってきました。もう足ガクガクです。下から本丸まで行くと、行って降りてくると1時間ですかね、大体。これが霞ヶ池、まあ、亀とかいろいろいましたけど、そして箕輪も、まあ、先ほどここから入ってきて、これが出口、出るとまた桜が見えると。まあ非常に素敵な場所です。石垣も綺麗ですよね。ここはさっきの小峰城も綺麗ですけど、こちらもこちらで綺麗。白川市南湖公園、南湖神社です。この後ろに南湖公園、この後、動画でご案内いたします。南湖神社、落王桜、まあ、この桜有名ですね。樹齢がですね200年ぐらいらしいんですけど、まあ、このしだれ具合が非常に素敵です。でその奥に、まあ、神社があるんですけど、まあ、ここも撮影で私よく使います。これは朝8時ぐらいに撮影したんですけど、まあ、ご覧の通りもう人っ子一人いない感じで、もう何でも撮影できます。でここのすごいのは、実はライトアップした夜、いろんな場所のライトアップの桜を見たんですが、私はライトアップで一番素敵だと思うのはこの南湖神社です。今はこの撮影の時間夜8時ぐらいなんですけど、もうご覧の通りそもそも人がいないんですよ。人がいないので、もうどんな撮影でももう自由にできるっていう感じで、この灯籠も非常に素敵ですね。まあ、毎年私はここは撮影で足を運びます。でフォトコンテストに出す写真とか、人が写らないので、写り込みがないので、何でもありです。綺麗ですよね。これ
でこの反対側からも今からアングル変えますけど、まあこれですね。でこの南湖神社のライトアップは LED ライトを使ってないのでハロゲンランプでやってるんです。だから色温度が低いのでまた桜が綺麗に映るんですね。オレンジ色の光なので、ここは本当に夜桜はもう私はここナンバーワンです。ご覧の通り今私の妻が映ってますけど、それ以外人がですねもう 3,4 人しかいないんですね。いつ行ってもそうです。こう夜になるとなぜかもう人が消えるという。東京だったらもうありえないですね。こんなエリアがあったらもう人だらけ。これ参道の方に移るともうこんな感じで、あれ今一人いますけど、あの方、神社の方ですから、あの方を除けば私と妻しかいないという。貸し切りです。これ南湖公園ですね。これ翌日撮影したんですけど、まあ、日本最古の公園らしいです。松平定信公が作ったと言われる公園、まあ、貸しボートもありますし、この近くにおしゃれな、あ、この右側に水楽園っていう日本庭園があります。そこは結構有名な方が、芸能人の方もいらっしゃってますね。あとおしゃれな喫茶店もあります。ここも撮影もうこれですから、動画でこれだけ綺麗に撮れるから、スチルで撮ったらもう本当にいいの映れます。でこの周りも桜の木が本当すごいんです。この画像では映ってないんですけど、非常に素敵な場所ですね。今回の撮影で私がナンバーワンだと思う場所がここです。郡山市の藤田川。何がすごいって桜の密集度がすごいです。もうこの通りです。しかもこの向こう側に電車が通るんですね。磐越西線が通るんです。たまに SL が、あれ今 SL 走ってないのかな、前は SL 走ってたんですね。だから桜と SL の写真が撮れるという。これが3キロ続くんです、この感じが。いや、ここは見事でしたね。しかも、車が通りません。歩行者、自転車専用です。車は通行止めになってますから。なので、川のせせらぎと、風の音、しかないです。で実はここで私はこの日、シートを広げて花見をやったんですが、お弁当を食べて最高でしたね。ここ本当に素晴らしいです。まあ私あの撮影で何回かここは、来たことあるんですけど、まあ、毎年すごいなと思います。飛び石があるのでちょっと飛び石を渡ってですね、で真ん中から見るこの藤田川の景色がまあすごいですね。こんな感じですよ、もう川と桜の組み合わせはもう最強ですからね。もう満開ですね。お昼食べ終わって私の妻が今右下に映ってますけどここは本当圧巻でした。あ、皆さんこの土手のあたりであのシート広げて、これでも人が密集しません。ここはライトアップはしないんですけど、まあこれが3キロもあるので、まあ、密集しようがないんですよね。そんなに人も集まらない。これだけすごい桜並木でも人がそんなに来ないんですから、まあ、最高ですね。まあ、ここもほぼ貸し切り状態です。もう一家族に桜の木一本という感じで使えますので、ぜひ皆さんもこの藤田川来ていただきたい。でまた次も超穴場、鏡石町の、鳥見山公園。実は私ここの存在は知らなかったんですが、今回
初めて行ってみました。18ヘクタールあるのでとんでもなく広いです。ところがご覧の通り、やっぱり人がいないんですね。別に私人がいない時間を狙って撮影したわけじゃないんです。これもう結構時間たお昼近いんです、これ確か。にもかかわらずこの調子です。で、東屋みたいなこの、まあ、あの遊歩道があるんですけど、もうここを通って今からその丘を上がって反対側が一番この公園のメインだと思うんですけど、まあ今からこれ上がりますよ。で、全然あの急な坂道でも何でもありませんから。そしていよいよ芝生公園に行くんですけど、はい、こんな感じです。で、これ奥の方まであるんです、芝生公園が。もう人が全然いないんですよね。ここもさっきの藤田川と同じく一家族一本の桜を使えると、もうシート広げてもう宴会やっても周りに人が全然いませんから、ここほんとすごいですよね。向こう側に実は那須連峰が見えるんですよね。こっちさっきちらっと映ってますけど、那須の山が見える。で、この、鳥見山公園はアクセス非常に良いです。国道4号線から5分ぐらいで、この公園に着きますので、もう見事ですね、このしだれ桜。本当にここ本当すごかったなと思いましたね。もうゴルフ場みたいですよ、全然人いなくて。で、お手洗いとかも新しいのがありますので、まあこれがそうですよね、これお手洗いで。で、駐車場もかなりあります。なので駐車場に入れないということはまあないです。見事でした、この公園は。本当、まあ池なんかもありますしね、鳥が結構多かったですね。本当素敵な公園です。さっきの海星山公園はやっぱり人気ナンバーワンですから、あっちはもう、あっちはもう人ばっかりですけど、ここはもう誰もいない感じです。ここはですね、実は3年前に私が初めて見に、4年前かな、石川町の、北須川、超穴場です。なぜかというと、人がいません単純にもそこです。で、実はこの桜並木がですね、随分長いなとは思ってたんですけど、ちょっとネットで調べたら6キロもあるんですよ。確かに相当長いんです、ここで。これ今私一番、まあ、端っこの方から牡馬田温泉という温泉があるんで、そっちに向かって今歩いてるんですけど、歩いても歩いても桜並木です。で、なんでこんな場所がもっと有名にならないのかなっていつも思ってるんです。毎年行ってます、私は。これ撮影に毎年行くんですけど、毎年人いません。もっとこれもう宣伝していただきたいんですけど、しかもやっぱり川沿いで土手もありますし、弁当を食べようっても何しても人がいないのでもう何でも OK ですよね。で、ご覧の通り、車は通れませんから。次、白河市のこれ八田川じゃなくて八田川って言います。八田川って、まあ、絶対八田川なんか読まないですけど、ここもまあすごいですね。何がすごいっていうか、遊歩道がしっかり整備されてるっていうことと、右側の今画面で見えてるこの桜、しだれ桜とかソメイヨシノがあるんですけど、これと反対側のあの、ピンク色のしだれ桜、これが両方満開になった時は圧巻です。で、今回っていうか今年はタイミングがちょっと狂っちゃったんですね。右側のピンク色のしだれ桜が若干遅咲きになって、今私が撮影してる方の桜が先に満開になっちゃったんで、で、これ両方のタイミングで狙ったんですけど、今年は残念ながらタイミングが
ずれました。去年は同時だったんです。去年も撮ったんですけど、去年は動画を撮ってなかったので、残念ながら。で、これがちょっと別日にですね、その反対側のしだれ桜を撮ったんですけど、これもですね、何キロも、何キロだろう。私ここいつも走ってるんですけど、2、3キロですかね。多分。2、3キロこの、こんな感じです。川沿いをずっとこのしだれがあるので、夜は夜で綺麗ですよ。ライトアップは別にしないんですけど、この街灯がまたいい感じで。ここはまあ毎年何十回も私見て、見ます。最後、西郷村大城。これはもう断言します。私、福島県の中で桜並木は、ここがトップクラスだと思います。なぜかというと、この桜並木が、6キロ以上続いてます。で、ご覧になっていただきたいのは、別に私編集してるわけでも何でもないんですけど、車が1台も通ってませんよね。で、人も誰もいないんです。で、これ、実は日曜日撮影したんですけど、天気が悪かったのもあると思うんですけど、それにしても誰もいないんですよ、ここ。このまま6キロこのままです、ずっと。で、実はこの道路の先に、TOKIO が TOKIO 場というあのダッシュ村みたいなもん、作ってるんです。今もうちょっと行くと、こっからあと3キロぐらい走ると TOKIO 場に着くんですけど、いかがでしょう、この桜並木。いろんな撮影で使えると思います。もうバイクの撮影、車の撮影、ポートレートでも何でも使えますよね。で、私はもうここでいろんな撮影を今までやってきましたので、左側にですね、那須連峰が、天気がいいと綺麗に見えるんです。今回この撮影の時は天気が悪かったので、那須連峰がほとんど見えなかったんですけど、その那須連峰が見えてる時も桜と山と、あとはその牧場の緑のコントラストが非常に綺麗で、ここは最高です。まだまだです。あ、これずいぶん真ん中ちょっとカットしたんですけど、左側に見えてるのが TOKIO 場です。この TOKIO 場でなんか今重機が入ってるので何かを作ってると思うんですけど、ここにあの TOKIO の3人のメンバーがよく足を運んでるんですよね。で、もうちょっと行くと突き当たりになってるんです。もうちょっと行くと、あ、ここが突き当たりで、ここで終わりではないんです。実はここを左に曲がるとまた桜並木、まだまだです。まあここがトップですね。こんなにもう独り占めできる桜並木はないと思います。さあ、長い動画でしたが、ご視聴していただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。最初の説明でお話しした通りなんですけども、誰もいないとこありましたよね。本当にもうどんな撮影でもできるなっていうぐらいの場所がいっぱいあります。で、これでも全然紹介しきれてません。なので、来年、また来年、この第2弾ということで、この桜の動画が作れたら、作って、まあ今回行ってなかった場所、もちろん今回行ってなかった場所をまた10箇所15箇所ぐらいピックアップして、動画作れたらなと思っております。で、秋の時期の紅葉の時期もですね、福島って本当にもう絶景スポットがいっぱいあるので、まあ時間があったら秋の紅葉の動画も作ってみたいと思います。はい、ということで、長い動画ご視聴していただきありがとうございました。